こんにちは、エリコです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はアドクイックタグというワードプレスのプラグインについてご説明していきたいと思います。アドクイックタグって何ということなんですが、あなたのブログの中で記事を書いていくときに普通に文字を入力していっていただいてもいいんですが、例えば太文字にしたりとか、そこを赤字にしたりとか、黄色いマーカーを引いてみたりとか、文字とか見出しとかそういったものに装飾を付け加えていくと思うんですね。例えばワードプレスではなくても普通にワードとかエクセルなんかもそうだと思うんですが、文字装飾の機能ってついてますよね。それをこのアドクイックタグでワードプレスの方にも簡単に登録ができるというものになるんですね。しかもあなたに必要なものをそのエディターのところに登録しておくことができますので、とても便利な機能になります。で、インストール方法も簡単ですので、実際のパソコン画面を使って一緒に見ていきましょう。はい、それではここから実際のパソコン画面を使ってご説明していきたいと思います。まずはあなたのブログのダッシュボードを開いてください。そしてプラグインを入れていくときは必ずここからになります。プラグインの新規追加をクリックです。はい、そしてここですね、プラグインの検索のところにアドクイックタグというのを入れていただくとすぐに出てきます。この緑のマークですね、アドクイックタグ、こちらを今すぐインストール。はい、すぐにインストールされますので必ず有効化を押しましょう。はい、こちらでプラグインが有効化されましたね。アドクイックタグが入ってますね、ここですね。そしてこちらを設定していただく必要があるんですけれども、そちらはここの設定からはい入っていきます。でこちらクイックタグの追加と削除ということで、あなたがお好きな文字装飾のタグというのをここに登録しておくことができます。ここですね。で、今回は、太字ということでやってみたいと思いますね。太字とか赤文字とかよく使いますので、まずは太字で入れてみます。このボタン名というのはそのエディターのところに表示される名称になりますので、あなたの好きなもので大丈夫ですよ。今回は太字と入れてみます。そしてここは何も入れないで返しタグというのが、太字の場合はストロングですね。そしてこの終了タグというのはストロングの前にこのスラッシュが入った状態です。これが終わりっていう意味なんですけどね。そしてこの3点を入れていただいて、あとはこの後ろの方には全てチェックを入れてください。そしてこれで変更保存をしていただくと、あなたの投稿画面のところでこの太字のエディターのアイコンが追加されています。それではちょっと見てみましょうね。投稿の新規追加のところを開いてみてください。はい、で、そうするとここですね、はい、新規投稿画面に来てみました。そしてあなたが先ほど追加したタグっていうのはこれになりますね、太字で。もともとまあ入ってるものもたくさんありますので、本当にあなたが必要なものだけ追加していただければいいと思うんですが、そのタグを使うときに、例えばこんにちはと打っていただいて、はい、先ほどのストロングタグが入りましたね。これが一応今テキスト画面で入力しているんですけれども、
ますが、実際のどういう風に見えるかというと、実際にウェブ上でどういう風に見えるか確認したいときはこちらのビジュアル画面を押してみてください。そうするとこれこんにちはと太字になってますね。はい。で、今回はこの太字のとこしか登録しなかったんですけれども、あなたが好きなようにタグを追加していけば、記事作成スピードっていうのはどん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 上がってきます。そしてそのタグっていうのは Google とかで検索すればすぐに出てきますので、そこからお選びいただいて先ほどの要領で登録していただければと思います。はい、今回は AdQuick Tag という WordPress の便利なプラグインについてご説明させていただきました。こちらもあなたがブログ運営をしていくために必須のプラグインとなりますので、まずはじめにインストールしてみてくださいね。本当に簡単に登録できちゃいますので、ぜひめんどくさがらずに最初にやっちゃいましょう。はい、それでは今回はここまでとさせていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。